こんにちは、本日も動画をご覧いただきありがとうございます。宇都宮市鈴達整体院院長の鈴木達也です。本日は、いつもと違って今日はねちょっとこれ怒りっていうところで、お話をさせていただければなと思うんですけど何に怒ってるかと、まあ、僕の怒りっていうところなんですけど、今日来た患者さんで、まあ、腰痛で来られた患者さんがいらっしゃるんですけど、その方のお話を聞いてると、うち、に来る前に1回地元の整骨院さんに、通ったらしいんですよ。でそこで何をされましたかっていうふうに聞くと、まず、ね、どこが痛いんですかって聞かれて腰ですって言ったら、もうじゃあベッドでって言って腰に電気を貼られたらしいです。だから問診がなかったらしいです。でそれで、電気治療を受けた後に、今度、まあ、ローラーベッドっていう大きな、ね、機械に乗せられて、でその時も痛かったと、ローラーベッドの刺激が痛かったと。だけど、どうですかの一言もなく、まあ、その流れ作業物のように扱われたと。患者さんが言うには、全然話もせずに物ただ流れ作業としてしかやられなかったなっていうのが言ってました。でそれで、まあ、治療になりましたと。でそこがこう指圧じゃないですけど腰が痛いっていうので腰をガーッとマッサージ されたら、歩けなくなってしまったと、ね、歩いて院に来たんだけどもベッドから起き上がれなくなってしまったと。でそしたら、あっちの先生がね、その院の先生、院長先生かな、多分院長先生が、なんかそこから問診みたいなのが始まって、なんでこうどうしたんですかみたいな。でそれでその前に整形外科に行ってたんで、その腰椎分離症だっていうのを言ったらしいんですよ。そしたらそれを早く言わないとダメじゃないかと。それを言ってたらこんな治療もやらなかったし、それを言わないでこう痛いって言ってベッド一つ埋まっちゃうと他の患者さんに迷惑がかかるんだよねっていうお話をされたらしいんですよね。でもうこれを聞いてて、同じね柔道整復師として、で柔道整復師としてというかもう人間としてどうなんだってところなんですよね。僕たちの仕事ってやっぱ患者さんを治すための仕事じゃないですか。でそのためにやっぱ問診って大事なわけですよ。でその問診をしなかったのはあなたじゃないですか。あなたというかその院長なんですけど、患者さんはプロじゃないんですよ、素人なんですよ。だから素人がわからない部分もちゃんと引き出してあげなくちゃいけない。だって患者さんなんで悪くなったのか分かってたら自分で治ってますから、それがわからないから院の方に足を運んでお金を落としてくれるわけです、お金を払ってくれるわけです。なのにそのね問診をやらずにただベッドに乗せるとか、それ別に資格者じゃなくてもできるじゃないですか。せっかく3年間ね柔道整復師の資格を取ったんだから、なんで問診に生かさないのかと。でそれで案の定ね患者さんが悪化してしまったと。もうこれはもう結果としても治療科側の責任ですよ。だって悪化させちゃったんだもん結果的に。だけど、そこの院長先生は、腰椎分離症とは知らなかったと。でなんで言わないんだと、先にそういうことは先に言ってもらわなきゃ困ると。でその言い訳もちょっとイラッときますけど、さらにね、あなたがここのベッドから降りられないと、ここのベッドを使えないんだと、僕はもう回すベッドからこのベッド、このベッド、このベッドで患者さんを回す頭で考えてたのに、あなたがこのベッドから動けないからその流れが崩れてしまったと、だから患者さんこんな渋滞してるんだみたいな話をされたわけですよ。である意味もう来るなみたいな、これどうなんですかね本当にっていうふうに思ったんですね。でその患者さんも泣きながらね、問診の中で泣きながらこう言われたんですよと。で、まあ、治療させていただいたんですけど全然そんな重い症状じゃなかったですね。1回目から、ね、5分ぐらいお話しして軽くね、道具を使ってこすっただけなんですけど、それだけで、こんなに軽くなるの、こんなに痛みがなくなるの、驚かれてました。でも、ね、整骨院開業して院長ですから、まあ、ある程度キャリアはあると思うんですよ、ね、僕よりもキャリアはあると思います。だけどなんでそれができないのかと。で、まあ、柔道整復師として、まあ、治療家としての知識とかもそうなんですけど、それ以前に人間性としてどうなんだってところなんですよね。人の体に触るものとしてそこまでの責任がないのかと、ね、ここで患者さんが壊れてしまったら、自分の治療によって自分の手によって患者さんが悪化してしまったら、もしかしたらそこから患者さんは家から寝たきりになって出れなくなって一生辛いまま過ごすかもしれないと、ね、僕が治せなかったらもう患者さんは諦めてしまってもう治ることをやめてしまうかもしれない、そういうところまで責任を背負ってないのかなと。
で、まあ、そこのねホームページをこうガラガラガラと調べてみたら、まあ、結構いい年齢なんですよ。僕の年齢の倍ぐらいあるわけですよ。で僕より、倍も生きててどうなんかと、それはと。であんまり悪く言うのもあれなんですけど、ある意味反面教師として、そういうね、整骨院がある地域の皆さんを救いたいと。で、で今日なんか改めてそういう地域の皆さんのためにっていうことを、改めてその人のおかげで反面教師として、また初心に戻れたなと思います。でもし、整骨院なんかに通っていて治らずにね不満を抱えているのであれば、宇都宮市で整体院数達を、開業していますので、あ、まあ、関東でもどこでもいいです。本当に治りたいと、今の院じゃなくてどこでもいいから治りたいと結果を求めているのであれば、ぜひ、お電話でも結構ですので連絡をいただければと思います。この動画の、ね、概要欄にねうちの院のホームページも貼っておくので、しっかりと僕の考えを見てもらって共感していただければ、連絡いただければと思います。こういうね、業界を変えていきたいと思います。よろしくお願いします。本日はこのぐらいで、さようなら。